インソール、ミッドソール、アウトソール靴底は靴の最下層部を形成する部品。もしくは地面に接する面のみを特に刺すこともある。滑りにくいように溝が掘られているものも多い。また、スポーツメーカーを中心にクッション性を追求する企業もある。素材は、革底、合成底、スポンジ底、ウレタン艇、天然ゴム底、フェルト底などがある。 ポリウレ探偵は、軽量で、大麻耗性に優れている反面、経年劣化で、加水分解する傾向が大きいと言われている。安全靴の靴底には、踏み抜き防止として中底に鋼板が入っているものも、ある。トウシューズ特に、ランニングシューズなどでは、土踏まず付近部分の面積を小さくしている靴底が、多い。逆に、土踏まずをサポートする目的で、 靴底中央に2本の細いアーチを設置しているものもある。カーリング用シューズは左右で靴底が異なる。一般的な歩行用の靴以外として下記のようなものが挙げられる。ありがとうございます。